ファンキュルタガタメプレゼンツ、前泉 P の絶つながるラジオ。熱帯夜の煩わしさを忘れさせる3分間。でここでなんでさシーンってなるイエーイとかなるよイエーイということで、はい、今週は会場編を一緒に盛り上げようということで、入金工房5バンドフリック役の田中ネオさんをゲストに迎えております。はい、よろしくお願いいたします。ということで本日も夏だ海だファンキルだ田中ネオだ会場編だデートクイーン、イエーイ。はい、昨日1問やったんですけど、もういいよ2問目行こう。はい、早速やっちゃいましょう。やって田中さん、何、はい、ネオの好感度爆上げデートクイズ第2問いい、ね、うん、いいよいいよ。はい、うん、ニョイコの好きな食べ物は桃ですが、私田中ネオの好きな食べ物はどれでしょう。どうでもいいいきます。 A ラーメン、どうでもいい。 B そうめん、 C イケメン。さて誰でしょうか。なんだろう。つまりこれはやっぱ心理テストでいくと、心理テストじゃないです、この人はクイズなんで、イケメンを食べ物だと思ってる。ちょっとやばい、やばいなこれ。なるほど、大丈夫そんな声優さんがそんなこと言ってさあどれでしょう。いやでも私はちょっと絶対 C だと思うんだけどねでもそうか、今泉は C 行きます。いやいいよ C でいいですか。逆に C でいいですよ。え、じゃあ私 C でイケメン。わかりました。俺はね結局そうめんだと思うんだよね。なるほどなるほど、うん、そうめん。わかんないよ。いいですか、答えいきますよ、うん、はい。だって俺、まあ、あらかじめ言うとラーメンが好きって言ってる私がちょっとこんな感じなのにガサツですっていうようなアピールは絶対しないそんなダサいよね。いや当たり前です。そんなダサいやついないでしょ。プロ意識の高い田中ネオといたしましては、ね、そんなしませんよ。ラーメン大好き、二郎系がとかって知らんが、はい、いやこれ俺の方が好き。これでラーメンだったらな、はい、いきます。答えはデデ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 ン、A ラーメンでした。ラーメンかい。やめた方がいいよね、それは。めちゃめちゃ言いづらいじゃないですか。それはもうそうめんのなんかすげえ材質にこだわったそうめんのことを今詳しく言うことによって、わあの子そういう側面あるんだみたいになったけど、いい醤油ラーメンが好きですよ。もうクソ普通だよ、ね、ってことで、え、今日はあ、2人とも不正解。うん、だけど俺1対0で勝つ。そうです、1ポイント、うん、いやでもまだ明日もそうです、ね、まだ明日もあんの。明日それか、え、またいつも行きます。明日がラストなんで台本が3ページコピペア、はい、おい、この作家に絶対このまま1枚お前なんだよ、ちょっと違うってだけか。本当だ、ちょっとだけ違う。ちょっとだけ違います。ちょっとだけ違う、ね、では明日もネオちゃんのことを掘り下げていきましょう。バイバーイ、バイバーイ。つながる